今週は先週の予告通り、長椅子を作りました。で、去年の夏ぐらいに作った椅子を元にして、それをまあトレースして材料を取って、ただ幅をね倍ぐらいにしたんですけども、でなんかそれだけじゃちょっと芸がないなと思いまして、で側面にちょっと物が入れられる場所を作ったんですけど、まあ、今楽譜とか入れてるんですけど、まあ、別に楽譜じゃなくてもいろいろスリッパとか膝掛けとかを入れてもいいんじゃないかなと思ってます。なんか教会にある椅子のちょっとイメージなんですよ。秋に長崎に行った時になんか教会の椅子がいいなと思っていて、よくねアンティーク屋さんとかにチャーチチェアって売ってますよね。背もたれの裏側にちょっと、あれは多分聖書とか置くとこなんですよね。ああいうのがついてる感じのやつを思い出して、急遽そうだ、物入れをつけようと思って作ったんですけど、今回のもなかなか気に入っています。今週は天気悪かったですね。でもね、梅の木がいよいよ花が咲きましたね。開花宣言、梅。で、昨日公開した動画で、僕がただジャズを聴きながらコーヒーを飲んでいるだけの動画、あれどうだったかな。ちょっと実験的な試みだったんですけど、何にも喋んないのかいっていう。なんかね、あの音楽はね、編集の時に入れたわけじゃなくて、実際にあの場所でスピーカーから流してる音なんですよ。だから僕の小屋でジャズを聴くと実際にあんな感じで聞こえてるんです。僕のあのキャビンのオーディオは、あれもなんかリサイクルショップで、なんか80年代のやつかな、アンプとスピーカーをそれぞれ多分1000円ぐらいで買ってきて、でそのアンプには Bluetooth で iPhone から受信できるようにして、その Bluetooth と80年代のオーディオっていう組み合わせでやってるんですよ。で最近僕そのジャズをいろいろ、名盤というものをいろいろ聞いていて、最近一番しびれたのがマイルス・デイビスがシンディ・ローパーのタイム・アフター・タイムをカバーしてるやつがあるんですよ。あれ僕知らなかったんですけど、もうね素晴らしいんですよ。僕ジャズを聴いて泣いちゃったのは初めてかもしれない。特にねいろいろね、いろんなライブのテイクがあるんですよ。なんか日本でやったライブのやつもあるし、僕が聴いたのはね、とりあえずね聴けるやつ全部聴いたんですけど、とりあえずリンク概要欄に貼っとくんで、あれぜひ聞いてみてください。もう素晴らしいんですよ。もう
もちろんね、マイルス・デイビスのトランペットが素晴らしいのはもちろんなんですけど、もうね、バンドももう素晴らしくて、あれを即興でやってるっていうのがもう信じられない。なんであんなメロディーがとっさに演奏できるんだろう。とりあえず、そうだな。今日は金曜日なんですけども、来週何をやるかはまだ決めてません。あ、もう2月ですね。1月が終わって、1月はなんか結構長かったような気がする。来週何やるかはまだ決まってません。とりあえず今週はちょっとサックスの練習をいっぱいしなきゃいけないかな。なので、あとなんかね、僕が前、興味のない人にとってはどうでもいい話っていう動画でサックスのマウスピースの話をしたでしょう。あれで僕が愛用しているあの白いビーチラっていうメーカーのマウスピースがね、欠けちゃったんですよ。なんかそのなんだろう、端っこの方がねちょこっとだけ欠けてしまって、まあ演奏にはどうだろうな、あんまり影響はない感じなんですけど、別にちゃんと音は出るし、ただね、そのままなんかほっとくとどんどんポロポロ欠けちゃいそうな気がしてきて、なんか虫歯みたいにあの色も相まって虫歯みたいな感じなんですけど、どうしようかなと思って、でふと思ったんですけど、去年の暮れに視聴者の方から金継ぎのセットをギフトでいただいたんで、あれ、もしかしてマウスピースを金継ぎで直すっていうのはありかもしれないなと思って、ちょっとねそれをやってみようかなと思ってます。もしかしたらサックスのマウスピースを金継ぎで直すっていうのは世界初かもしれないですね。わかんない、後で調べてみよう。まあ失敗しても、まあダメ元でちょっとやってみようと思います。でもね、前にそのマウスピースの動画でメイヤーのマウスピースも披露したんですけど、今あれを使ってるんですよ。でメイヤーでちょっとリードを硬いものに変えたらね、なんかなかなかいい音になってきたので、今ねそれでやってるんです。なので、まあそんな感じでマウスピースの金継ぎをやってみようかな。じゃあとりあえず今週はこんなところです。なら、ランプ。行こうか。